さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 皆さんおはようございます。朝6時半になりました。今日も2本なんですけども、1本目はちょっと笑える話題でございます。三原淳子さん、ボロボロになってしまうと。はい、えー、ご存知のように三原淳子さんが、まあ大臣、まあこれ確定でいいんでしょうと。ボディーだ、ボディーだということで、いやーね、いじられまくっております。さあ2本目なんですけども、これ笑えないんですよ。何なんだろうね、これね、えっ、ー、と、陰謀じゃないかという、そういう話が出ているんですけども、ということで、デモに参加するだけで1万円くれるよというね、そういう話が 話が出ておりますさあそれでは行ってみましょう いやーどうですかね、私の印象としました三原純子さんというと、まだまだ右の、ね、印象といいますか、記憶が結構鮮明なんですよ。三原純子イコールドーンみたいな感じでね、まあそう言いましても、まあ最近はこうやってね国会と言いますか、政治家でちょくちょく見ますからね、まあ左の印象もしっかりあるんですけど、でもやっぱりね、右は右でね、おおっていう感じがしましたよね。あ私はね、あの全然これね、問題ありませんよ。ヤンキーの人は国会議員になろうが、もう全然問題ありません。ただ問題というの うんこれ自分で志してなったのかそれとも一本釣りであんた有名だからってことで引っ張られないかとこれは全然違いますまあここでやめときましょうねそれがどっちかというのは分かりませんからとまあこれはいいでしょうただね今回この三原さんというのがいじられまくっているんですよさあこの三原さんバシッと決めていますけどもまあそれはそうですよね三原さん特に今回の選挙の過程がねいろいろ問題ありましたよだって小泉さん支持したでしょだけど前回は野田さん支持していたとだから裏切ったな多いなんて 言われてそして、えー、本選になりましたら今度は高市さんではなくて石破さんに投票したとうんまあねこういう経緯をたどってしまいますといろいろ言われるのはねやむをえないかと思いますけどもねということで今回このまずね三原さんなんですけども「デイリー」の記事から行ってみましょうドンと。 ついに金八の教え子が、<laughs> 三原淳子氏、大臣取り沙汰にネット総然、ボディアンナ大臣、山田玲子が、不適切ではあばずれ祖先いじるもと、いやいや、内容がめちゃくちゃあるんですよ。まあ、結局ですよね、あの、金八先生の教え子が大臣になるのかと、まあ、こういう形でいじりやすいわけなんですがと、で、これ、はい。 今年1月期なんですけども不適切にもほどがある TBS のドラマこれヒットしたでしょう確かにねあのドラマ面白かったですよでね知らない人に簡単に言っておきますと昭和にこう活躍しました、まあ、体育教師がいるんですよ昭和時代のねそれが令和にタイムスリップしてきていろいろ見てまた戻ってたとそういう話なんですけどもその中に令和に来ましたらおいあの三原淳子は国会議員になってたぞと言ってまたこの昭和に戻って話しますとそんなことあるわけねえだろ と言われちゃうんですよでうちらの憧れ、あばずれの祖先、山田玲子だよって、そんな山田玲子は国会議員になってるわけねえじゃねえかと、当然こう、ねえー、この時もも偉い、面白かったんですけども、それが本当になってしまったと、いやいや、これでね、また相当いじられると思いますよ。で、同じくネット X でもいじられますよ。はい、不思議なアリスさん、石破内閣の入閣が確定した三原淳子氏、日本中の子供たちが怖がっていますよと。<laughs> えー、まあ確かにそうですよ。 今の子ども担当者を誰だか皆さん分かりますよね。あの山形の,あの加藤さんなんですよ。で、加藤さんといえばどうです優しい顔して、しかも答弁が下手で、詰まり詰まりながら答弁をして、後ろからね、官僚がなんか差し入れる髪を一生懸命見ながらやっていると。なんなんだこのお姉さんはって、そんな感じだったでしょ。まあおばちゃんか。ね。おばちゃんって言って、まあまあ可愛らしいおばちゃんという優しい顔のおばちゃんですもんね。ところがそれがバーンとこうなっちゃったわけですから、怖がっていますよと。さあ、そしてこの人。うーん この切り口もあるな8月14日岸田総理が総裁選不出馬表明と今の自民党の状況や政治不信を招いたことを考えれば不出馬は当然のこと責任を取るというなら遅すぎたとこれ批判殺到したでしょなんてことを言うんだとね自民党の議員でとりあえず心の中で思っていてもこんなこと言うなとだからこの怒りなで方さんは岸井応援団なのかな俺はこの発言を一生許さんからなとまあこれ分かりますよ岸応援団だからすればお前 なんてことを言うんだとここでね非常に不評を買いましたさらにはニコネート自民党の悪い部分汚い部分をすべて凝縮した不習漂う人事とついに不習と言われてしまいましたここまで来ますとねちょっと ななんんか三原さんかわいそうになってきまししたよね <laughs> 頑張っっててそれは本人それ本人なりにやってるんでしょうからと今復習漂う、うん、まあでも仕方がないかな。さっき言ったような経緯でね、野田さんと小泉さん、石破さんというふうに来てしまったんで、まあ入閣の話と言いますか、ポストの提示があったんじゃないのということを、まあこのニコネは言いたいんでしょう。まあそれは実際のところは分かりません。まあでもね、こんなこと言われてるわけなんです。そしてもう2つ紹介したいんですけども、この人ね、高市周辺で、 数人だけども頼,の頼もしい女性議員が輝く一方で高市の躍進を妬む女性増やせ系議員が次々と終わっていくとあだけどねこれってあるかもしれないよね。いわゆる、 女女の敵は女理論ですよこれひょっとしたらここでで発動しししたたた可能性があありますすひひょっとしたらですよひょっっととららよの高市氏の大活躍と大人気というのをねんでるという女性議員がいても不思議じゃないかなという気は私はしてきますよね。で実際にもあの上川さんを応援した女性議員なんですけども決勝戦で高市さんは絶対応援しないとそういうことを言ってましたしねまああれはもっともね、えー、夫婦別姓ということに対しても賛成だからとても高市さんには入院入れることは できないとまあそういう理由だったんですけどもこれはねある意味言えるかもしれませんもちろん本当のことはわかりませんとさあ最後のこれ X なんですけどもはいこちらああこれはまだ違う切り口ですよ子宮頸がんのあのねありましたよねワクワクなんですけどもあれを三原さんは推奨していたとでその推奨していた三原さんが子ども政策担当省なんて怖すぎるとうんなるほど確かに子宮頸がんのこれにつきましてはまあねあのちょっと体がという、えー、女性がいるのは 事実ですすすからこれを推奨るるなんて恐ろしすぎるとそしてそれを推奨している三原淳子は子供政策担当所ありえないありえないとまあこういう人もいますね。ってことで X を見ますとねもうボロボロ状態。 うん、ここまで言うかってくらい書かれておりましたさあ三原さんどうなりますかねまあ私はある意味楽しみにしてますよどんな発表をするのか発信をするのかいやいや楽しみですいろいろ見ていきましょうじゃあここで1本だけねはい湊川神社をちらっと見てもらいましょう お次の話題なんですけどもこれはね非常に不可解と言いますか不可思議と言いますかそのような事件うん事件かな騒動が起こりましたはいこれね写真見てくださいね若者がたくさん集まっているんですが実は彼らは1日1日じゃないなちょっと1時間ちょっと歩くだけで要はデモに参加してくれとそれだけで1万円あげるよというそういう情報で、まあ、群がってきた若者なんですけどもどういうことかはい FNN からねこれ抜粋しましょう デモ参加に1万円桜募集に数千人が殺到ですよ報酬を受け取った参加者も若者に広った情報はデマか本当かということではいこれね要約しますよ。 結局、ね、まあ、これインチキだったのかな、はい、とにかく集まってもらってデモに参加したらあ、はい、1万円あげますよという情報がネットでばーっと広まったんですよ。で結論から言いますと、まあ、これ嘘でしょうねデマなんですよ。でこの、ね、流した理由いうのはよくわからないんです単なる愉快犯かもしれないんですけども実は,、ねこれはね、愉快犯とは言えないんです。 まあこの FNN の記者がね、ずっとこうやって呼びかけたといいますか、この人たちを取材したらしいんですけどね、結局こういうことなんですよ。このデモというのが、反枠のねデモなんですよ。となるとおかしいでしょ。つまりね、反枠団体として見ると、なるべくデモの人数がいた方がいいってことになるわけでしょ。それはそうですよね。こんだけ反対している人間がいるんだってデモをしたいと。だから、2つ考え方があるんです。1つの考え方というのは、この反枠団体の人間が、 お金を本当に配って、ねえー、自分たちの,この勢力を大きく見せようとしたとだからお金を配ったと、まあ、そういうことが1つそしてもう1つなんですけどもこれも、ね、ありうるんですよ。 今回デモをしている反枠団体を潰そうとする勢力それがわざとこういうデマを流して人を集めて混乱させようとしたとでこれってねこうなるでしょほら見ろと反枠の連中というのはこういう形でお金を配って自分たちの勢力を大きく見せようとしてるんだほらとんでもない連中だという可能性もありますだからね何が本当のことか全くわからないんですで、まあ強いて言えば 全く関係ないような本当に愉快犯が本当の意味で愉快な犯をやってしまって人が集まりすぎたとところがねこれね数千人というものですからすごいことになっちゃったんですよねだから当然こういうことも起こりますよ本当にもらえないのとスタッフにつ、えー、詰め寄る若者たちということなんですけどもそれはもめますよね私がねじゃあ二十歳の学生だったとしましょうこういうのをネット上見ましたおおなんだ歩くだけで1万円かをやったぜって行きますよ学生ですもんねちょっと歩いて1万円だったら喜んでいきますよ ところが実際にお金がもらえないとなったらちょっと待てと「いや詰め寄る気持ちは分かりますよねこういう形で」でもね詰め寄られたスタッフとしても「いやいやそんなことやってるわけないじゃないか」と「それはそうですよ」なんか2000人集まったとか言うんですけども2000人に1万くまったら2000万ですよさすがにそんなことはありえないと思いますねでもねこういう気の毒な人も出ちゃうわけですこのイベントに毎回,毎回参加しているという江戸川区の60代男性はこの様子にね最初は同志が増えた若者にも関心が広まってると思うんす 思って嬉しかったんだけども話しかけても容量を得ないそりゃそうだこんなことは初めてでちょっと不気味さを感じると軽減な表情を浮かべたこれ分かりますよねそれはねこの人にとっては仲間が増えたしかも若者だと思って声をかけてもその若者というのはバイトでやってきただけですからそもそもそれが何のデモかさえわかんない人もたくさんいたはずなんですよねはいで結果的にどうもこうだったとバイト代1万円ということで SNS がああこれ拡散されたってこう たんですけども、もうん1時間半の活動で割の良いバイトだと思ってください。若者の力が必要なのです。と記されていました。はい、これがね。どうもその実際のこのバイト募集の要項だったらしいんです。これを見て騙されたってこったんですが、ただね。ただやっぱりおかしいですよね。下見てください。ハッシュタグに。 内子って書いてありますし桜って書いてあるでしょこの2つを見れば普通はあれと思いませんかねまあだから多くのねこれ若者諸君というのを内子桜ってちらっと見たかもしれませんでもまあとりあえず行ってみようってこと言ったんでしょうねおかしいと思いながらもまあ行ってみるかとそういうことになったかもしれませんねただねちょっと安易かな桜だったらまだしも内子っていう言葉を見ればこれは闇バイトだって思いませんか普通はねだからねこれに引っかか,かる な若者もあまりにも安易で、本当ねちょっとレベルが低いような気がしますよね。うん。ただねこれね打ち子っていうのを見るとやっぱりなんだろうなこれ愉快犯なのかなって気がします。皆さんどう思いますか。もしですよこれ半枠団体がこれをやったとすればですよ打ち子なんて書くわけないですよね。おかしいですよね。そして半枠を潰そうとする団体がやったとしても打ち子なんて言葉に、ね、入れないと思いますよ。これ普通ね桜だったら入れるかもしれない。となると やっぱり単なる愉快犯がやって事のほかこんな大騒動になってしまって今大慌てになってるという可能性もありますね。うん、何が本当かは分かりませんけども皆さんはどう思いますか。はい、これまだね、ここからきっと続きが出てきてひょっとしたらこの犯人がね、あぶり出されるかもしれない。はい、そういう話題でございました。あそういえばそうそうそう。はい、昨日なんですけども、はい、衆院の解散を石破さん発表しましたね。これね、野田さん怒ってると思いますよ。十分に話話ししててかかららやろうね話し合ってからやろう ねなんてことを言っててなんかね石破さんもあ、そうですねみたいな合わせをしてましたはい早速石破さんの優柔不断さが出た一件でございますきっとねこういう形で今後ね国会大揉めになると思いますよ今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは